くよ、キュウくん。ユウジ、ネクタイ曲がってる。いってらっしゃい。俺は椿原ユウジ、至って普通の学生。わけあって双子の姉妹と同棲中です。今日はいつもより早く出られたね。偉いね。撫でるな。いつもこうだと助かるわ。ニナまでそんな。ニナ先輩、おはようございます。おはよう。ユナさん、おはようございます。おはようございます。毎日見せつけてんじゃねえよ、このハーレム野郎。極度の人見知りで、学園のみんなにとっては高嶺の花といった感じだ。優しく社交的で、友達も多く、頭もいい。両親を亡くした俺は、そんな双子の姉妹がいる椿原家に引き取られた。大丈夫、ゆうちゃんは一人じゃありません。今日から私たちは家族になるのです。かくして双子との同棲生活が始まって現在。ギリギリセーフね。双子との関係は良好だと思 う。姉さん、机は離しなさい。兄ちゃん、ニナちゃんのケチンボ。どちらも選べないし、選ばない。俺はこの関係が結構気に入ってる。はあ、ユナがいない。私は部活あるから、見つけて先に帰ってて。はいはい。ったく、ユナのやつどこ行っ。好きです。お、椿原さん、俺と付き合ってください。なんてタイミングで。ま、珍しくないか。ごめんなさい、私、その、どうせ振られるだろう。好きな人がいるの。え、ユナに好きな人？同じ学校でもない、家族でもない、ずっと大好きな初恋の人だから、ごめんなさい。あなたとはお付き合いできません。好きな人って誰だよ。何焦ってんだ俺。ああ、そっか。俺、ユナのこと好きなのか。悩んでも仕方ない。ユナ、入るぞ。決して覗くつもりじゃなくて。うわあ！ユウくん？ユウくん、本当に大丈夫？大丈夫だって。つうか、好きなやついんのにこんなことしていいのかよ。さっきの聞いてたの？そっか、ユウくん気になるんだ。まあな。でも簡単には教えません。ヒント1、その人は男の子です。わかっとるわ。ヒント2、その人とは毎日顔を合わせています。同じ学校じゃないって言ってたよな。すまん、余計わからん。うん、じゃあ最後のヒント、その人は榎本くんと言います。え？でも今では私と同じ名字です。それって、だから今日からは椿原裕二くんを好きにならせてください。本当は言わないつもりだったの。ユウくんに気持ちを伝えて嫌われたくなかったから。今さら何言ってんだ。ユナのこと嫌いになんてなるわけないだろう。もう、ユナ、俺ダメ。女の子が部屋に男の子を入れるときはね、 OK のサインなんだよ。な、私はずっとユウくんと一つになりたかったの。大好き。寝ちゃったか。やれやれ。
そんな、姉さんと、ユージが。ことの発端は、学園祭の話し合い。いい加減出し物をどっちにするか決めたいんですが、頼むから話を聞いてくれ。特に椿原姉妹。近寄りがたい高嶺の花、双子の姉の椿原ゆな。あれれ、ニナちゃん、机くっつけちゃダメって言ってなかったっけ。父は文武両道の完璧超人、双子の妹の椿原ニナ。別に校則で決まっているわけじゃないからいいのよ。仕方ない。では天使喫茶と悪魔喫茶のどちらも出店して、人気投票で勝ったチームには賞品としてユージを進呈します。え、そんなこと認められるわけ。なお椿原姉妹には各チームのリーダーをお願いしたいのですが。負けないんだから。おい、俺の人権は。勝負よ姉さん。この争いがほんの序章であることなど知る由もなかった。いらっしゃいませ。はい。椿原君、次はこっちだ。いや、俺まだ。ニナ、 おかえりなさいませ。ご主人様。かわいい。残念、ここまでか。こちら特製トールーファになります。いや、本当はあれはですね、どっちも好きなんだから選べるわけないだろ。女子との会話禁止。そう、だってそうでもしないとユウくんの浮気癖は治らないでしょ。これからは私も一緒にユウジをガードしてあげるから安心なさい。いや、でも文句ないでしょ。はい、でもちょっとくらい。ユウくんったら全然懲りてないみたいだから、今日も一緒つけてね。賛成。いってらっしゃい。この先さらなる苦難が待ち受けているわけだけど。ダメね、ユウちゃん相手だとついやりすぎちゃう。おい、今の見たか。見た、羨ましい。ミラさん、近いです。ほら、ちゃんと感想言って。まったくもう、ちょっといらっしゃい。ミラさん、俺、まだ。いや、慌てないで。今日はお泊まりなんだから、続きは。夜に、ね。もしもし、どうした？ユージ、母さんいる？するわけ。ユージは知らないかもだけど、母さんね。そっか、つまりユーちゃんだけがいい思いしたってことよね。それは、そもそもミラさんが。よし。あ、ミラさんってもしかして泳げな…何かしら。だから泳げ。なーに、聞こえない。ミラさん。しょうがないな。ちゃんと手元を見ないとダメよ。そんなに焦らなくても逃げたりしないわよ。はい。そっか、でもいいの、これ外したら私お母さんじゃいられなくなっちゃうから。いいです、俺ミラさんのこと。誓いのキスね。
I'm not into it. I'm not into it.